じゃーん、今日はドラえもんのくるりんボーリングで遊ぶよ。それではじゃじゃじゃーん、これだね。くるりんボーリング、どんなボーリングかっていうと、この球をここから打つんだね。で、くるーっと回ってここが当たるんだね。なんか楽しみだね、これ。普通のボーリングと違うから面白そうだ。じゃあ早速やってみよう。はい、それじゃあまずは開けてみるよ。どんな風になってるの？まずはドラえもんがいるね。なんかドラえもんの手がボーリングやる気満々の手だね。じゃあドラえもんと、そしてこういうボーリングのピンと球があるんだね。そして本体はこんな感じ。あ、こう打つとほらこんな風に出てくるんだね。あ、こうやってピンを立てればいいんだね。じゃあ早速ちょっとドラえもんをまずはここにセットしてみよう。よいしょ、ね、そしてあ、こうやってと球がピューといってボーリングのピンを倒すんだね。じゃあ早速セットしてみるよ。まずはピンを置くときは上を押してこうやってピンを立てていくんだね。全部ピンを置き終わったらこれを離すとこんな感じ。まずはピンを全部立ててみよう。よいしょ、それ、あー倒れた。よし、よいしょ、あーなんてこった。じゃあこれをアンパンマンとバイキンマンってことにして、ドラえもんのゲームでも遊んでみたいね。こんな感じでセット完了したらこれを離す。こうやってできるんだね。よし、じゃあまずはよいしょ、よいしょ、玉をここへセットします。そしてよし、このドラえもんの位置をセットしたらこれで OK。 一発勝負だ。最初はアンパンマンの番ということでやるよ。じゃあいくよ、このピンが何本倒れるかな。じゃあいくね、3、2、1、いくよ。ああ倒れました。見て、全部で3本倒れたね。1、2、3本倒れた。アンパンマンは3点です。じゃあ次はバイキンマンの番ね。しーしー、俺様の番だぜ。それじゃあ俺様全部倒しちゃうぞ。よく見ててねみんな。いくよ、3、2、1。おお、すごいすごい、やったー。俺様全部でうわーい、全部倒れたぜー。でも6本だったけどね。みんなどうだったかな。ボーリングのゲームも楽しかったね。今度は僕が勝つからね。じゃあみんなじゃんけんタイムだよ。はい、準備はいいかな。最初はグー、じゃんけんポーン。今日はパーだったよ。みんなはどうだったかな。じゃあ次の動画で待ってるね。しっしっし、動画は楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画見れるようにしておいてね。またこのマークがあるところを探して押してみてね。そこには俺様の楽しい動画がいっぱいあるのだ。見てねー。